はい、アングラーズリパブリックの沼田です。今日はですね、福岡県宗像市の沖にある、ここは宗像市の大島にやってまいりました。自身ね、初めてのフィールドになるんですけども、島をね、今ぐるっと走って、その中から状況良さそうな場所を今ね選んでね、場所としてはこれは西側に位置する磯場、磯、島の中の磯ですよね、になる場所やってまいりました。でタックルはね、今日は、まあ青物の季節、今10月なんですね、青物を狙っていこうという形。ただ、まあ、それほど強いタックルではなく、まあ最大一番重くて 100g という形で、まあ、60、80というところを使っていこうかなという形でね、ジグもこれジガロのマッシブプロトなんですけども、ね、これのテストも兼ねて、今日は、ね、釣りをしていきたいと思います、ね、早速行ってみましょう。今タックルバランスとしては、ショアガンエボルブのブルーランナーモデル103の XH、 これにねジーガロマッシブの今80を入れてます。でメインラインは2号、リーダーは40ポンド、どちらかというとね、ライトなタックルですね。もうワンランク下げると、まあ、ライトショアジギングのカテゴリーに入るかなといったところ。今はね、弱低と同時のライト、ね、お、カサゴでした。すごいね、サイズの割に重量感のある、ね、もうほとんど体長と同じジグ食ってきた逃がすよ。今のね、カウント8カウント10メーターまでない水深ですね。意外とこうゴツゴツした感じが沖まであると。そんな極端どん深じゃないね。これもしかしたらあの立ち位置、自分の立ってる石の並びがずっと行ってる可能性あるんで、少し幅広く探っていこう。うん、この浅さは朝一夕まずめポイントな感じかな。ちょっと一等したらこの一番右端行ってみよう。ここ少しスリットありそうですね。若干深い感じがする。出ればここかな。ちょっとあとしばらくやってみましょうかね、真沖ね。あそこだな、あそこだな。少し気配出てるね。ちょっと遠いです、まだ遠い。今200メーターぐらいですね。まだ、あ、出た出た、右右右、ちっちゃい餌食ってるな。5センチもないぐらいの餌ですね、食ってんのが。上はね、今ね、サゴシがこう小さい餌を追ってる状態なんですけど、上がね、こんだけ騒がしいとね、下の魚もね、割とそれにこう同じタイミングでスイッチが入ったりすることもあるんでね。ちょっと移動する、そっち行く。
あそこにね、今うっすら見える潮目、あの境にしてね、割とこう魚がついてそうな、出そうなイメージです。よっしゃ、これはどう？どう？やっとだ。サゴチ。マッシブの 80g。上出てたやつが今ちょっと落ち着いたんでね、下、一度落としてからね。ワンピッチ。お、そんなに極端小さいわけかな。よし、やったー。よいしょ。はい、オシも渡ってきてね、早い時間はね少し気配がなかったんですけど、ここに来てねパタパタっと、サゴシキ出てきてね、水面飛んでるのかなり小さいのもいたんですけどね、やっぱちょっと下沈めたらこのサイズ、そんな極端悪くないかなといったところで、ああね、ジガのマッシブ80、おー食ってきた。いいファイト、ね、結構大小入り混じってるみたいですね今のタイミングね。今ね少しウェイト上げました。100です、マッシブの100。着底させね、そこからアクションさせます。おお、ついてる、ついてる。これをどう配った。よっしゃ、うん、今のね、わしポールを入れたところで食ってきました。ね、こうついてきた魚にね、対して、どうあと食わせるか、これね、結構できるできないで、超過変わってくるんですけどね。それができるジグ。っていうのもね、必要になる要素ですね。今これサゴシですけどね、アームの全般ね同じように今みたいにこうね、よし、やったー。はい、今マッシブのこれ100入れたところですね、ボトムから。で今みたいにこう追ってくるとね、違和感が出るんですね。それがね、カジグが軽くなったり、逆にこうちょっと重くなったりで、そういう追ってきたのが分かったところで、今のね、速いスピードから逆にね、少し落としてあげる。で、そんなところで今食ってきた魚ですね。なんでね、こういったね、追わせて、あとは小技で食わせることができるジグね。これはもうジガロシリーズ、マシブも含めてね、そういうのができるといい超過出てくる。サゴシです。よいしょ、ね、結構いいサイズが入ってますよね。よし、いいファイト、すごいすごい、ね、マッシブの今80です。